能都半島地震から今日で1ヶ月です。今だ避難を続ける人は1万5000人近くに上っています。石川県によりますと、これまでに240人が死亡し、このうち15人は避難生活による負担などが原因の災害関連死です。また15人の安否が分かっていません。県内では4万890個で断水が続いています。 住宅の被害は4万6,283棟で、1万4,643人が避難生活を余儀なくされています。石川県は来月末までに応急的な住まい、およそ1万8,200戸を確保する方針です。